いや、どうだろうあ <laughs> ちょっと <laughs> いじってきたんだけど <laughs> あれあんまないのかそういう気お<ー>よろしくきさあきましたこれな。 ああ、先輩。いや、狙ってんじゃないのああ、い <laughs> <laughs> 大丈夫、心配だよね。うん、いや、ちょっとこれ、ひなちゃんに、かわいそうだな。え、かわいい。<laughs> また別の日も一緒。えー、家以外はずっと一緒にいんのードコそれってあれだよね。ランクというか。 ええー、そこまでいやいや、知ってるでしょ。<laughs> 文化圏違うまで言われた。うん、そうだよ。千夏先輩はそういう気ないんじゃない <laughs> すげえ魂の叫びでたね。いや、それな。<laughs> えいやー、ハリ先輩、これ。 恋のライバルになりそうだね。千夏先輩は、そんな気持ちはないんじゃないかな。けど、狙われてんじゃない。いやー、それをまたそばで見んの辛いね。まあ、けど、一応大輝くんも家ではずっと一緒に入れる特権はあるんだけどね。しかもそのなんか秘密の共有みたいに二人だけでさ。あー、あれもなー。だから、 恋愛面でもライバルで、バドミントンの方でも、彼のライバルになるってことだよね。だってあの先輩をなんか、ま、妥当じゃないけど、目指してみたいな感じに今なってるような話的に。わー、これ大輝君的に、ほんとどちらも落とせないゲームって感じだよね。バドミントンで言うと <laughs>。バドミントンで言っていいのかわかんないけどさ。<laughs> もうこれ、けど、ちな先輩は、きっと大輝くんの方を見てくれてんじゃないかな。ああ、もうまさに今のあれだね。やってたね。まずあの二人がやるっていうのが前半とかのクライマックスとかになってくかもね。勝ってくれよ。勝てんのかなけど。<laughs> すごそうだけど、先輩。やってんね。な、先生うん。 ああ、別格。そんなか。ああー、大器。<laughs> 認められてるやん。もう最近の努力の結果かもね。あっ、来たよ。うん。うん。ああ、ちょっと、ああ、ぎこちない。 おもろあはあ。あー一緒に帰りたいのうん。<laughs> まあ確かにねいや。そこがまたいいじゃん、ドキドキして。え ?C! え、待って。幼馴染とかなのかなえ付き合ってるわけじゃないでしょ。うわーけどこれ、これは、 え羨ましいなのもっと落ち込むかと思ったけど。<laughs> 何それ <laughs> どういうことな <laughs> あ,あ。いや、だから、付き合ってないんだとしたら幼馴染みじゃないもう付き合い長いんじゃないのあれ一緒に帰ってこなかったのてか。猪俣大輝を。あ,あ倒れ込んじゃった。 うん。なあ。うん。え、なんで呼べばいいのに。ネガティブすぎませんそんなー。あーいじきちゃった。あ、下の、ああ、来た、そして。あれっていうか、一緒に帰ってないんだ。ね。 いや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 、普通普通。え、こんなもんだよ、この年頃は <laughs>。てか、その体勢の方がやべえよ。うん。一緒に帰るっていうか、あれか、先に帰って、千夏先輩のために頑張ったんじゃん、早く帰って。うん。ああ。 何 <laughs> <ん>だあははははは泣いてる、うん、恥ずかしい、うんうん、ああだからね一緒に帰るっていうかがん うーん、<laughs> 気づいちゃうね、千夏先輩。いや、気づいてくれるって嬉しくないけど。うーん。いやー、わかる。うん。バスケ横かないやー、ドキュンだね、こんなの。<laughs> あ、元気出ちゃった。<laughs> 言わないんだ。 ひけらかさないんだね。うわぁ、いい子やで、待機いやうちの待機君はできた子ですよ。うん。うーん。いやその息、その息。なぁ、危ない線。な結局、波竜先輩とはやること、なちいねぇ。<laughs> うん。うん。結構頑張ってるうん。こっからなんだろうね。うん。全勝すごい。なあ。おうん。あ、気持ち折れてないね。 いや、確かに、そうなんだけどね。<laughs> もう、二人いるじゃん。<laughs> 確かに。<laughs> ああ、危ないさいやー、黒星つけたいね。負けらんないね。うわあ、応援されちゃったよ。あははは。 ダメージが蓄積されとるね。ああ、こういうのも嫌だ。あ溶けてる。負ける、溶けるよね。戻れ、戻れ。うん。やばーい。これ、ライバルだよ、やっぱり。あ、ええー もうやるのいや、頑張れ。いやー、なんかけど、勝てる流れなさそうだな。うん、ああ、見に来たね。方的。うん それなぁ。ダブルパンチだよ。<laughs> やだぁ、もう。<laughs> しかも今、ちょうどミソミソしてる時にこの試合。ひやぁ。<laughs> はぁ。はぁ。今のは、大輝くん見てたんじゃないそこら辺わかるんじゃないねえ今の京くん。あぁ。 ああ、もう終わっちゃったの。一セットなんか。お。うん。いい顔してんなと思ったら。思ったより元気だね。ああ、ねえ。え <laughs> 走り込んできた。それね。うん。平気そうだよ。 うん、うん、何めっちゃいい子、うん、いや大樹くんおすすめですよチナツ先輩 <laughs> ここちょっと聞いててほしかったな今の <laughs> ああひもああ みさんが。あ、なんかモチベアップかな。うん。よ。またやってる。うん。一セットじゃなかったのかな。チャンスか。スマッシュの。<laughs> いいね。入ったんじゃない。 終わってるね。あ、惜しかった。あ、ああ !6 点差よすごいね、頑張ったね。うん。おーすごいのになんでその表情あ。納得いってないのか。素晴らしいハングリー精神だね。うん うん、いや、そりゃ当然。その気持ちが持てないと。おああ聞いてんのああ。うん。だからあれだよね。彼の頑張り。うん。いやー、ライバル、ライバル。両方ライバルだよ、きっと。うん。 うん。なあ、経験ね。あえー、つ、ついてきてうん。なんだおすすめスポットとかなのか日が暮れる前にみたいな。え公園 <laughs> 普通の公園 うん。一緒にやろうってバドミントン。うん。うん。いや、嬉しくないこんなの。ああ、練習相手なんから見ててね。うん。うん。 え <laughs> 全然ダメじゃん。え <laughs> 全くダメだわ。あ、そうなのああ。持、うん、ってく感じ。いけたね。ああ、なんかいいなこういう時間が。 うん。うん。見てた。ああ、負けちゃってるしねー。本人的には。うん。よく見てる。うん。うん。 超細かくない先輩。うん。いや、今の嬉しいなあわあ、もう作画がマジでやばい。<laughs> うん。かわいい。うん。 ねえ、こういう子は伸びるだろうなぁ。あ、はあ。うん。あははちょっとざ才でもなくなってきたね、顔が。<laughs> もう、先輩に言われるなんて、なんて幸せなんだろう。う、は、ん、あ。 まあ先輩に言われたらね、信じてみようって思うだろうね。そこ <laughs> <速攻>な <laughs>。なんだ。うん。ああ、お母さん。うん、ああれは、ねえ。そういうことじゃない。ち 友達あ。みんな呼んでるのし、あ、そういうこと、幼馴染みでもないのか。ああ、それはよかったね。うん。うん、ああ、見られると。 いやーけどそこはいいじゃん <laughs>。せっかくなんだからってちょっと思っちゃう <laughs>。ま、ここが差だろうね <laughs>。俺と大輝くんの <laughs>。よっ。うん。やーば。<laughs> や<ー>ば。あ <laughs>、なんだ え今のはうん。二人で <laughs> 組むの <laughs> ダブルスか。<laughs> うわあの人と組むんだ。大変だね。俺もダブルスやってたけど、テニスで。ああ、先輩だしな、しかも。 いや、どうだろう。あ <laughs> ちょっと。<laughs> いじってきたんだけど。<laughs> あれ、あんまないのか、そういう気。ハリュー先輩面白いかも。<laughs> ああ、けどこの人と一緒にできたら伸びるだろうね。まあ、一緒に組むんだから、ハリュー先輩的にはね、強くなってもらわないと。 血よくなればまたライバルだし。うん。いやー、やる気満々じゃないおけど。うわーうまい扱いが乗 <laughs> せてくるねああー、ってことはやっぱないか。千夏先輩にその気。あんなこと言わないよね、自分が思ってたら。 <laughs> 燃え尽きてる。すごいことになってる <laughs>。<laughs> うん、栄養あるキノコには見えないね。ああ。お疲れ様。ああ、家、家はね、いろいろあるから。ああ。 認められたのかね。うん。ってことは。いやけど、そんな感じじゃなかったよ。あ、いいね。おもろい。いやいや、違うと思うな、俺は。ああ。うん。まだ差がねえ。 いや、超えてこうぜ。追いつこうぜ。ははは。いいコンビ <laughs>。あ、ダブルスやってる。うん。ああ。いや、こういうのねー。よく見てさ、相手を。 このコンビすごいんじゃないいや、いい先輩だなぁ。<laughs> <laughs> いやいや、いない。<laughs> こんな高校生見たことない。<laughs> 末ついて歩いてるなんて。えへへへへ。その発想、親父すぎる。<laughs> あ、ああ、しかも、ちな先輩いるよ <laughs> ああ。え なんか悪いこと考えてないあ。あえてもうそれを言った。うん。これなんであれだろう意図は 先ぱーい先ぱーいついていきます。<laughs> ああ。いや、やっぱいい人じゃーん。ああ、ド S とド M <laughs>。期待してるやつーうーん。ああ。ああ あいいねこういうの周り見てないんだねうんうんよっしゃいた彼女いたもうあれだ大丈夫だこれでうん ええそんなしかもあっちからうん。うん。うん。あら恋愛相談あ、そういうことなの一緒にいたの。あ、そのうち彼女とか出てくんのかね <laughs> やりやがる <laughs>。 うわ、ゲスいぜ。ゲス先輩や。うーん、道のりはまだ先かな。<laughs> よかった <laughs> いろいろと、すっきりしたね。いや、これでもうあれだよ。一緒に組んでても、そっちのモヤモヤにとらわれず、バトミントンに集中できるね。しかも、あの先輩と一緒に組んでやってれば、いろいろ吸収できるものもあるし、 ああやって面倒見てくれるからね。いや、強くなるんじゃないこっから。いやー、で、このダブルスでこれからの大きな大会とか出てくならね、二人で結構いいとこまで行くとかそういうのもあるのかないや、それをまた千夏先輩とか応援とかに来てほしいけどね。今回もすごい試合よく見てて、点数とかめちゃくちゃ数えててさ、いいところ見つけてくれたじゃん。 いや、マジでいい先輩だ、あちなつ先輩。いや、だけど、大輝くんのなあの、コートでの考え方、試合でのなんかね、恋愛で振り回されずにさ、バドミントン好きでっていう、そのひたむきな思いも、またいいよね。いや、大輝くんもほんと愛い,いなって思うわいや、素晴らしいエピソードが続くね。で、やっぱ作画がね、 BGM だけもだけど、本当にいいよね。もうすごい集中して見れるし、時々逆にそうやってはっとね、なんて美しい絵なんだろうって思わせてくれるところとか最高だわ。あ、あいつが勝ったらなんか他の人のことを言ってるよな、これ。大輝くんじゃなくて。勝ったらその先に何があるのってところ。 誰とどうなるのってところだね。はいというわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価チャンネル登録まだな方はねぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください。以上動画つししました